今回はですね、9月10日が月水道の日ということでございまして、この方に来ていただきました。それぞれ自己紹介してもらいましょう。マイクに近づいてお願いします。読谷村上下水道部県課長をしています、東恩納森光と申します。はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一人。はい、同じく上下水道部の下水道係、中松と申します。上下水道部という中に、いわゆる上水道という我々がいつも言ってる水道というやつと、それから下水道とい うこの2つの課が1つになっているという感覚のイメージですかね。そうですね、うん、飲み水と、それを飲んだ後の、処理をする、はい、下水という感じで、はいはいはい、読谷村がその下水道処理に関する部分でなかなかその接続ですかね、そういうのがなんか読谷村はなかなかできてなくて、こう海にこうやっぱりさっき言ったようにこう水が流れている、汚水が流れているんじゃないかという話があったりして、その処理水の問題とかなんかいろんなこう我々がなかなかこう適切に知り得ない情報みたいなのが蔓延しているような感じがするわけなんですけど、その辺読谷の状況っていうのをまず伺えればなってまず思うんですけどね。はい、まず読谷その下水道についてはですね、まず県のですね、沖縄汚水再生チュラ水プランというのがですねありまして、はいはいはい、まあ、今年度は2023年というか、ね、構想自体が見直されたものですから、どうしてもこの水処理にするに対してはですね、はい、経費がかかると、いろんなこれもこれはもう全国的なんですけども、人口が減ってきていると、そういったのに対してですね、下水処理に対しても電気代もう、これはブロワーというのも、基本的にそれをですね、これ空気を送って、で、自然にこの、活性汚泥法というのが主に使われているんですけど、汚泥の中に微生物がいると、それに対して空気を送って、そういうのが微生物が活性化してこの汚泥を汚物を、処理してくれると、はいはいはい、でそれに対してのこの経費がかかるのに対しても、もうちょっと人口減少に対して設備がじゃあどうするかって大きすぎた場合にこれ今まで100人で使ってたのを、人口が来て50人になった場合は課題の設備投資になって、でじゃあ100人で払ってたのを50人で払わなきゃいけなくなった場合になるとかですね、そういった設備の対しての見直しとかを含めてですね、構想っていうのを定期的に直していくのか、でこれでですね今回ちょっと検討を協議して2年ぐらい協議して今年度出てきたのがですね、読谷は木名地区まで一応下水道を持っていくってことですね、構想自体あって、はい、都市計画決定ということで、やっていたんですけど、これ今回見直ししてですね、ちょっとそこまでに、やるには経費とかその将来展望を考えると難しいだろうと、ということで、チュラ水プラン2023ということですね、はい、今事業するにはまず都市計画決定というのを打って、事業認可というのを許可、国からに許可をもらわないといけないんですけど、それが今依頼生でなんですよ。なるほどなるほど。で決定はされてるんですけど、ちょっとその見直しについて協議して結果も、依頼生から違法区に関してはちょっと見直し、そうなんだっていこうということでですね、地域の説明とかもそういうふうに、やってきています。それっていうのはそのイランミナーからイナン、じゃあイナンは県とかの大型 その下水道処理施設にこう接続されるっていうふうになっていて、はい、でそのイランミナーからイホクは今回の見直しの中で大きな下水道処理場には持っていけないから、じゃあ どうするんですか。そういった汚物を処理するのには、下水、あとは、合併浄化槽、浄化槽、はいはいはい、あともうちょっと多くなったけど集合合併っていうのがですか、なんかこれ複数の家のものを、処理するのが集合合併、集合合併っていうのがありますけどね、そういうふうなものを見直していかないといけないだろうと。なるほどなるほど。でそれで浄化槽に、今それで読谷村が今下水道が今 24.7% ぐらい、合併浄化槽に関しても 42% ぐらいいってるもんですから、じゃあこの下水を整備した後につないでもらうと、
はい、で合併浄化槽に関して今まで投資したのに対しても壊すか、うん、もう閉鎖しない、うん、しないといけないものですから、うん、そういった設備を投資されているのもそれものですね、うん、ちょっと、まあ、今年度から合併浄化槽については、どこに設置されているとかですね、規模とかそういったのを調査していこうと。あ、なるほど。でそういうふうに委託をして調査してですね、まあ、どういう、まあ、今の構想の段階ではやっぱり外していくという構想ではありますけど、うん、じゃあ将来どうするかというのに関しては、じゃあみんな今は見直ししましたけど、また将来する、うん、どうするかというのはまたまだ見直しが何回かありますから、うん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 、ただ今回に関してはもうこれだけ進んでいる合併浄化槽を生かしてですね、うんうん、やっていく方法がいいんじゃないかということで、これは今調べている段階なんですけど、決定ではないんですけど、ね、うんうん、はい、